元皇居のエアコン担当の秋にです。今回はこんな時どうする編第2弾として引っ越し編についてお話をしたいと思います。持っていくか持っていかないかの判断としては、まず10年の耐用年数プラス故障のリスクということで、残価っていうものを出してみる。そして2つ目は長距離移動の場合はそれが故障のとどめになる場合もありますよっていうこと。そして3つ目は今現在正常かどうかの確認を忘れずにする。まずこの3つをクリアしてそれでも持っていきたいよってなった場合に確認すべきポイントが2つあるわけですよ。でその2つ引っ越しをしよう、そしてエアコンをじゃあ実際に持っていこうと決めてからチェックするべきこの2つの項目は何かっていうと、まず1つ目は旧居と新居の設置予定の部屋の広さ大体同じぐらいですかっていうことなんですね。これね意外と見落とされがちなんですけど、例えば実際ねこういった例がありました。遠くにね住んでる親御さんを一緒にこちらに引っ越しをさせてきて同居するつもりでいると。で今親御さんが住んでる部屋のリビングにいいエアコンがついてるからもったいないから持ってこさせたいんだけどどう思うっていうことを聞かれたんですね。リビングについてるエアコンの広さはどれぐらいですか。いやー能力とかね型番見てくるの忘れちゃったんだけど、だいたいリビング20畳ぐらいあるんだよね。ははなるほど、じゃあ今度越してきた時にご両親が寝泊まりするお住まいになるお部屋ってどれぐらいですかっていうと10畳。でもリビングにはもう今新しいところ越してくる今ご自宅にはリビングのエアコンありますけど、そちらとチェンジするんですか。いやリビングのエアコンはね去年買い替えたばっかだからまだこっちはいいよってなると、20畳のお部屋のについてたエアコンを10畳用の部屋につけますかっていうことになってくるじゃないですか。それはつけてつかないことはねないですが、当然ブレーカーの容量が変わるとかね、コンセントの形が変わるとか、あとはやっぱり効きすぎるってやっぱ電気代の観点から考えてもちょっといかがなものかってなるわけですよね。なのでやっぱり旧居と新居の広さのばらつきがないかどうかはちゃんと確認してくださいね。意外と見落としがち、いいエアコンだから持ってきたいが頭に立ちすぎちゃって設置先の広さから頭からスコーンと抜けてるケース意外といらっしゃいます。そして2つ目、旧居と新居の室内機室外機の設置環境に違いはないですかっていうことです。それは先ほどチャット出ましたが、まず広さはさっきのね第一段階でクリアしてますとするならば、じゃあブレーカーの容量は問題ないですか、あとは室内機室外機が設置しやすい場所にありますか、室内機と室外機の距離は問題ないですかなど、新居と旧居の違いを確認をしてみてくださいってことなんです。広さも問題ない、新居と旧居の設置環境にもそれほど差はない、室外機と室内機の距離もそれほど離れていないっていうことになるならば、引っ越し屋さんでね取り外し移動取り付けまでお任せをするとか、またちょっと心配であるならば引っ越し屋さんに取り外しと運搬までお願いして新しいところではその地域の空調の、ね、専門業者にお任せをするとか、ここまで見た上で一周回って持っていくのをやめるとか、そういう判断をするっていうのがとても大切になってきます。一般的には引っ越し業者さんに外して運んでつけてもらう、要は取り外しと取り付け費用だけを見てみると、こっちの地域のエアコンの業者に外してもらって引っ越し先のエアコンの業者さんに取り付けをしてもらった、それだけの費用だを見比べてみるとエアコン屋さんに外してもらった方が安いじゃん、引っ越し屋さんにやってもらった方が割高じゃんっていうケースもありますが、取り外しのコンディションをちゃんと見てもらっておいた上で運んでつけてもらうケースの方が責任の所在が明確になりますよね。外すときに正常でした、運搬して取り付けました、そのときにエアコンに不具合が出ましたとなると、引っ越し屋さんにお任せをしておいた方が責任の所在が明確になるからこそ、引っ越し屋さんとの間だけで例えば保険を使って対応しましょうとかって問題になるわけじゃないですか。
だけど取り外しと運搬と取り付けがそれぞれ別のところにお任せをすると、万が一そのどこかのプロセスで不具合が発生した時に誰も責任の所在がわからないので、結局依頼主の皆さんが自腹を切るってケースになりかねないんですよね。なので引っ越し先に持ってこう、そして一つ目のチェックポイント、二つ目のチェックポイントもクリアしたよっていう時には、まあ個人的にはね、業者さんにまるっとお任せをして責任の所在を明確にするっていうリスクヘッジをしておくっていうのは必要なことなのかなとも思います。たださっき申し上げたように、必ずしも持っていくことがいいのではなくて、持っていくには持っていくなりのリスクや確認する点があるってことをもう一度ここではっきりと確認をしていただいた上で、持っていくべきか置いていくべきか、そこの判断をするってことがとても大切になります。なのでいい機種だから持っていきたいことありきで、さっき言ったチェック項目全部すっ飛ばしちゃったりすると、持ってった先でかえって新しいものを買う羽目になって古いエアコン持て余しちゃったよとか、そこについては本当に気をつけていただきたいなと思います。引っ越しをするとき、エアコンを持っていくかどうかを悩んだときには気をつけなきゃいけない3つ。そもそも耐用年数が10年プラス故障のリスクを想定する。そして長距離で移動する場合にはそれが故障の原因になる可能性があるということも頭に入れておく。そして3つ目は、取り外すときにそもそも正常に作動するかどうかをちゃんと確認をする。これが持っていくかどうかの判断基準の3項目。そしていざ持っていこうと思った場合には、1つ目は新居と旧居のエアコンを設置する部屋の広さは違いがないかどうかを確認する。そして2つ目はブレーカーの容量やコンセントの形状、室内機室外機の設置環境に大きな違いがないかどうか、こういったものを確認をする。この2つ、その上で持っていこうと考えるのか置いていこうと考えるのか、持っていくならばまるっとリスクヘッジして引っ越し屋さんに任せるのか、いやいやそれでも安さ重視でそれぞれのエアコン業者さんに取り外しや取り付けをお願いするのか、そういったことを判断することがとても大切になりますよ。どんなにいい機種を買っていたとしても、持っていくことありきで、行動してしまうと後で痛い目を見る可能性がありますよってことを忘れないでください。いかがだったでしょうか。今回は、こんな時どうする第2弾ということで、引っ越し編についてお話をさせていただきました。なるほどな、納得したよっていう方、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。元皇居のエアコン担当のアキニでした。それでは失礼します。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。